TK さん、えー、昔、担任していた生徒が19歳で亡くなりました。無力感に打ちしがれています。元気になる運動が何かあれば。運動さ <laughs> 教え子の死の悲しみから元気になる、リカバーできる運動なんてものはないですけど、悲しみは本当にしっかりと受け止めて、彼とそうした時間とか彼との思い出を強く心の中に置いておくこと、それが多分一番亡くなってしまった人への。 強いつながりだと思うので、いつまでもそういうのを大切にしていただきたいっていうのと、でもやっぱり、いつか人で亡くなるから、早いそういうね、あの人生の終わりっていうのは非常に悲しいことだけど、うんそれを知って受け止めた人っていうのは、やっぱりその早い死による人生をこう失ってしまったことに対するこう思いっていうのが、 すごく強く豊かに心の中に残ると思うんでその後の人生をこう大切に生きようって思う気持ちがすごく強まると思うんですよね。 俺は本当に兄貴が24で死んで、俺が22の時だったから、まだ人生の目標なんて定まってないし、とにかく今やってるスポーツでいい成績出しちゃいいやってぐらいに思って、薄く生きてた自分の人生を、この人生の毎日当たり前じゃなくて、こう、ありがちな言葉だけど、終わっちゃうんだなっていう、死んじゃうってことが目の前に起きた時に、一番身近な兄弟に起きた時に、人生ってすごい、そんな当たり前にずっと続くもんじゃないんだ。 と思ったらじゃあ彼がこの先行きたかった人生っていうのはもう俺はその行きたかった時間を今生きてんだと思ったらすごい強い意志が生まれて毎日適当な時間を過ごす日もすごい素敵な時間なんだなと思うようになったし頑張る日はもう誰よりも頑張ろうと思うようになったしそういう強さがすごく俺は人の早い死とかで身近な人のそういった早い 不不幸幸な人生の終わりとか、まあ、不幸とかかも言い難い難らねそこで全うできたあの人生みたいなものを感じてでももしその先を生きていたらもっと幸せなことが手に入っただろうと思うことで良くなってったんで人生自分の人生が変わって良くなってったんで是非ね教え子の早すぎる人生の終わりを大きな自分の人生の糧として全ての作業を頑張ってほしいなと、まあ、元気になれる運動を一番おすすめは俺はダッシュです。はい 自分の100%を100出せる運動っていうのはやっぱダッシュだと思うんで。はい。頑張ってください。